私山口夏生はその実績でも実行力でもこれからの政策でも誰にも負けるわけにはいかないのであります。安定は希望、政治の安定、経済の安定、そして暮らしの安定のために走り続ける山口夏生に密着した。2013年7月4日、17日間にわたる参議院選が始まった。38歳青年世代の代表として立候補いたします、公明党の矢倉克夫でございます。第一声は埼玉選挙区矢倉克夫候補の応援。4つの選挙区と比例区と合わせて改選する議席が10となりますから、それを上回る議席獲得を目指して公明党は全力で頑張ってまいります。頑張りますよ、心から。新宿駅西口周辺を候補山口夏生として新宿へ、たすきをかけての遊説が続く。よろしくお願い申し上げます。私はこの東京選挙区で知名度がありません。公明党の代表でしょ、どうやら多くの皆様にご承知いただきました。しかし東京選挙区の候補者です、そうだったの、知らなかったと言われる方がまだまだ多いのであります。私は党の代表として、今もお話があったように、明日からは全国を駆け巡っていかなければならない。その全国を巡る中で東京の皆様にはなかなか地元に来ないではないか、ご心配をおかけいたします。候補者である山口は党代表として全国を飛び回るため、選挙区である東京にいられる日はごくわずかだ。この日4回目の街頭演説は神奈川の佐々木さやか候補の応援だ。参議院選挙神奈川選挙区公明党公認候補の新人佐々木さやかでございます。これからこの横浜神奈川の地域に、そして中小企業や商店のそのお店に、さらには皆さんの家庭にこの実感できる景気回復、経済再生をお届けしていかなければなりません。皆様のお近くにご挨拶にお伺いをさせていただきました。7月6日、山口は被災地福島県いわき市に向かった。2011年3月の震災で甚大な被害を受けた福島県いわき市。この日は新種の桃がたわわに実った農家へ。やっぱ今福島で農業がもう、先が見えないということで、風評被害をね、そう、広めた。ご苦労されましたのでね。風評被害が大きく響き、先が見えないという苦しい声を聞き逃さず受け止める、やっぱり被災地の方がね、もう一歩でもこの苦しい状況から抜け出したいと、何とかして。山口は被災された方々やふるさとを離れ、いまだ避難生活を送られている方々を片時も忘れたことはない。翌日7月7日、新人杉久武の応援のため山口は大阪にいた。事務所を訪問し、連日必死で杉を支えるスタッフをねぎらう。ありがとうございます。杉久武、心より感謝申し上げます。大変にありがとうございます。大阪の皆さん、こんにちは。最近の世論調査によりますと、公明党と自民党の連立政権がこれからも頑張った方がいい、半数以上の人がそうお答えになっている調査が出てきました。自民党の持ち味も大事だけれども、公明党の持ち味も政権にないとダメだ。公明党の持ち味といえば、小さな声も聞く力があるということです。一人の声、小さな声もしっかり聞き届けて政治を進められる力、これが政権になければ日本の政治は
弱い者いじめになってしまいます。7月8日、遊説の合間を縫って高知県の製材会社を訪れ、林業の現状や課題について関係者の要望を聞く。7月10日、猛暑の中福岡県の金崎漁港へ。円安による燃油高騰の影響を受ける漁業関係者と意見交換を。それから水揚げは3分の1になってね、油代は倍になって、それだけ利益が減っちゃうからね。皆さんの声を率直に深く聞き取って、それを反映できるような制度になるように、我々も音を上げて努力をしていきたいと思います。続いて古河市の金属加工会社名田吉を訪問。高度な溶接技術を視察する。やっぱ特殊な技術を集大成して、その技術力を生かしている、また新しい工場を取得するということで雇用も増やすと、まあ、こういったことが日本の中小企業の実は底力だと思います。選挙戦も中盤、党代表としてまた候補者として山口は、生活者のために、一人のために、今日も走り続ける。